可能塩梅です。本日のお話はメンタルヘルス講談堪忍袋。江戸時代、神田鍛冶町に大工の職人で勘助、おかみさんがお松という夫婦がおりました。どういうわけかこの夫婦のべつに喧嘩をしております。見るに見かねた大家の源兵衛が、いい加減にしろ、かかぶったりいただいたりしてどこがむじれんだ、一生連れ添う相手じゃねえか、女房に負けるものかと大田を蹴ってやらせって言うから、いいか、夫婦喧嘩してかかに勝ったからって文化勲章もらったやつはいねえんだよ、本当に。こらかんすけ、何とんがらかってんだ。おまっちゃん、あんたもあんただよ、そうやってすぐに膨れっつらだ。二人で少しは笑ってごらんよ。いいか、笑う角には福来たるってんだ。昔な、もろこしに、もろこしっていうのは今の中国ですよ。昔もろこしに、いつもニコニコしていて一生腹を立てなかったって人がいるんだ。この人はな、そりゃ人間だから腹が立つこともありゃ泣きたいこともある。嬉しい時は笑ってる。だけどな、この人はいつもニコ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 笑ってるってところしか人に見せたことがねえってんだよ。なんでかっていうとな、この人は家の中に大きな亀を持っててな、嫌なことがあるとその亀の蓋を取って、で中にガーッと入れて、あとは蓋をして、みんなの前に出た時はいつでもニコ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 と笑っていた。だからもう周りの連中はよっぽどこの人は人間ができてんだろうと、何があってもニコニコしてるってのはこの人と一緒にいると楽しいな、いいな、ほら俺もあの人が言うようにやってみようかなって、私もあの人に相談に乗ってもらおうね。こうやって信用がついて、で、命に巨万の富を築いたっちゅうわけだ。巨万は何万かって、いいんだよんなこと、ったく、いいか、いいことは、真似でもいいから しておいで、してみなさい、そうだ、おまっちゃん、あのお針できるだろう、お針、さあさあ、それからな、手ぬぐいの切れっぱし持ってきておいで、そうだよ、これでいいよ、上等だよ、いいか、ちょいと貸してごらん、これでな、あの手ぬぐいの周りをちょい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 とこう縫ってな、そしてこの大きな袋を作って、おいでここに紐を通してな、おいでこの袋の中に、この嫌なことがあったらこうやって怒鳴り込むんだ。こりゃ堪忍袋っちゅう袋だからな。もう腹の中にあったものをみんな怒鳴り込んだら、この紐をキュッ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 とこう締めてだ。それで緩めちゃいけねえよ。これは堪忍袋の王だからな。それでその後はおまっちゃんはご亭主の顔を見てニコニコ、おこんすけおまっちゃんの顔を見てニコニコと、そうだ二人で笑ってみればいいんだよ、いか、わざとしかできねえ、いいんだよ、わざとで、わざとやってみろ、わざとでいいんだよ、真似をしたら、そのうち顔がその顔になってくるんだよ、いか、かかに言うような文句はこの袋の中にガーって怒鳴り込むんだぞ。ほいで神さんの顔見ていつもニコニコ笑ってんだ。いいか、お松さんもそうだよ。わかったな。いいことは真似でもいいから、二人ともやってみんだぞ。いいか。じゃあまた後で来るからな。へえ、どうもありがとうございます。ほら、何ぼんやりしてやがんだよ。ケツの重いんだな。
はいはい、こらしょっと。はいはいだと？ああ、馬じゃねえんだよ。はいは一つでいいんだよ。はっ。こら、力任せに。うん、戸閉めんじゃねえよ、あんたく。戸が壊れちまうよ。物に当たってどうすんだよ。物に当たって。おい、早く。袋、縫え。優しく口が聞けないのかね。まったくさ、親が来たらさ、急に行きがっちゃってさ、ポン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 取らなきゃ、まあ損だと思って、もう怒鳴ってくるんだから嫌になっちゃうよ。グズグズ言うんじゃねえよ、とか。いいか、ろくな仕事もしやしねえんだ、早くやれよ。はばかり様だね。私は立派に仕事してますよ。いいから袋縫えよ。今袋は縫ってるんだよ。まったく、とっけどさ、私がね、あの人のところに嫁に行きたいなんて言ったんじゃないんだよ。あの人の方からどうしても来てくれって言うからさ。だから私だって、たくもしょうがないやと思って来てやったんだよ。お店に奉公してる自分のこと、あいつがさ、なんだかわかんないけど、私にさ気があって、あいで、ちょっとこっち来いこっち来いなんて言わんだから、お父ちゃんがさ、なんかあいつはかわいそうだから、飯時々弁当でも持たせてやれとか、洗濯物もやってくれなんて言うからさ、ついでにやってやっただけだよ。洗濯物なんてね、あいつの手ぬぐいなんてお父さんの、捨ててあれだよ、ふんどしと一緒に踏んづけて洗ってやっただけだよ。弁当だってね、いっぱい作りすぎちゃった時にさ、これ以上食べると太るかななんて思った時に、そうだあいつにやろうかなと思ってほいで作ってやっただけなんだよ。それなのにさ、あいつはさ、それ勘違いしちゃって、私がちょっとでも気があるなんて思ってさ、ほいで、ちょっと柱の影のとこから、こっち来い、こっち来いなんて呼ぶんだよ。胸上げの柱だよ。みん、あっち来い、あっち来いなんて言わなくていいから、こっちに来て話があるなら、こっち来てくれって言ったら、みんなの前で話すのは、恥ずかしいから、こっち来い、こっち来い。みんな分かってんだよ。丸見えなんだよ。たくさん。だからさ、私のお父っつぁん、よっこちゃんにだってね、ちゃんと話してやってくれって言ったんだよ。そしたらさ、お前のお父っつぁん、よっこさんに話したって、すぐにくれるっていうわけじゃないって。だから、一緒に逃げてしまえば、あらんだって、勘違いされて、それで許すだろうなんて、そんなこと考えちゃってさ、まったくバカだよね、本当に。もしダメだって言ったらどうすんだよなんて言ったら、その時はこの腹書きの丼の中にのみがある、と言わなきゃのみをお見舞い申すなんて言っちゃってさ、バカだよあいつは。私だってね、私がうんと言わなきゃどうすんだいなんて言ったら、うんと言えなんて言ってね、何も赤ん坊にうんこさせんじゃないんだよ、うんこ言え、うんと言えってさ、思い出しても気色悪いわ。おい、何ごちゃ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 言ってんだよ、言いたいことがあったら袋の中に言うんだぞ。その袋縫ってんだよ。紐つけろよ。ついてるよ。もう放り出すやつがあるかよ。遠くにいるんじゃねえんだよ。近くにいるんだよ。できましたよって持ってくるのが筋だろうに。たくこっちおめえ。親が間に入ったから勘弁してやったけれども、亭主を亭主とも
思わねえって。あ、亭主は立てるもんなんだよ、まったくし、ったくめん、はあ、そんなこんなのに言ってやら、亭主を亭主らしく立てねえと承知しねえぞこのズベとやら、畜生め、何馬みたいに笑い方して、何やってんだよおめえさんは、私だっていいことがあんだよ、貸しとくれよ。毎晩毎晩遅くまで遊んで家に帰ってきて、かかえびってどこが面白いんだよ、いつになったら道楽がやむんだよ、いい加減にしやがれこのスケビ野郎。嫉妬した俺だって欲どかんだよ、ら、こせえ、何言ってやがるんだよ、ダフめ、やきもち焼く面じゃねえってんだ、男には男の付き合いってもんがあるんだよ、向こうで怒ってくれなきゃこっちだって、怒らなきゃなんねえんだ、男ってのはな、表に出ると七人の敵があるんだ、べらぼめ、やきもち焼くつらじゃねえんだ、つきあれ。何だらしない笑い方してんだよ、私だって言うことがあるんだよ、貸してくれよ。だか、やきもちで言うんじゃないんだよ、初代が可愛いから言うんだよ、お前と一緒になったら博打は打たない、勝負事はしないって嘘ばっかり言って、いくつになったらやむんだよこのオケな野郎。さあこの夫婦喧嘩、もう隣近所の見物がうるさくってたまらない、これでは仕事にならないと、いい加減にしろ、冗談じゃねえよ、まったくお前んところはよ、そうやってガー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 言ってればそれで済むかもしれねえけどよ、俺たちはよ、もう仕事になんねえんだよ、おめえそのそのなんだこんにちは。おお、きっちゃんかい、あ、どうしたい、上がんなよ、あ、うん、おい、お待つ、来た来たよ、お茶入れてくれや。あら、きっちゃん、お上がんなさいよ、今お茶入れますからね。おかしいな、少々伺いますが、この辺で夫婦喧嘩なかったかい。変なもん探しに来たな、なんもなねえよ、隠すね、確かに聞こえたんだよ、ズベタ野郎とかオケラ野郎ってのが、あれかあれな、あれ片付けた、片付けた、喧嘩ってのは片付けられんのか、しまっちゃったんだよ、しまった、まあおめえにはな、夫婦喧嘩の仲裁よくしてもらったよな世話焼かせて悪かったよ、勘弁してくれや、今日限りは夫婦喧嘩はぷっつりしねえ、やせやい、あんなに五別幕の地やってたじゃねえか、まるっきりやんねえとなるとな、寂しいよ、たまにはやれや、よせや、あんたく消しかけんなよ、んなもの、消しかけるわけじゃねえけどよ、どうしてそんな量刑になったんだ、大家がな、笑い笑えってんだよ、ほいで笑う角には服着たるってんで、でな、もろこしに一生腹立てねえで大金持ちになったやつってのがいてな、
ほいで、その人は仮面の中に、怒鳴り込んで、ほいで、いつもニコニコしてたんだと。ほいでな、大家はいいことでは真似でもいいからしてみろってんでな。ほいで、お松に、袋縫わしたんだよ。うん。お、お松、ちょいと出してやれ。見してやれ、あとちゃんに。こりゃなんだい？いや、だから、堪忍袋よ。堪忍袋？話には聞いてたけど、みんな初めてだな。じゃあ、スケベ野郎もケラ野郎も、こんながか。おぉ、スケベ野郎だってなよ。そこの方に入ってんじゃねえか。おケラ野郎はその辺に引っかかってんな。へえ、こん中に思いっきり怒鳴り込んだら気持ちいいだろうな。サバサバするんだよ。うまく考えたな。どうだろう、この袋俺に貸してくんねえかな。いいよ。相手誰だ。面目ねえんだけどよ、うちのかかあなんだよ。一言言うと、元子とも二十個とも消してくるだろう。俺は口じゃかなわねえんだよ。おいで、つい手が出ちまって引っぱたくと、向こうは引っかいてくるだろう。おいで、まあどったんばったんなるから、近所の門がや、止めに入ってきて。かっこ悪いからな、俺の方がまあ引っ込んちまうんだけれどよ。このところ、かかあの顔を見て、笑ったことがねえんだよ。だからここで怒鳴り込んじまったら、うちじゃ笑えるかなって思ってよ。貸してくんねえか。おお、いいと思う。慈善事業だよ。そうか、ありがとう。この紐取って、こん中に口入れて、どうなんのかい。やってみっか。なんか決まり悪いな。バカ野郎、来たねー。毎晩毎晩遅くまで喋って朝寝坊しやがって。店主が飯炊いて弁当作って持ってくったらどういうことよ。私はあんたの弁当が毎日作りたいって押しかけ女房でお前も来たんじゃねえか。俺を口説いたのはどこのどいつだ、この冷たい野郎、畜生め。いい気持ちだ。ありがとうよ、ありがとう。こいつはいい、こいつはいいと隣近所の者が借りに来る。風呂に溜まっていることを全部乗り込んだら、そかーっとした、さっぱりした、自然と笑みが湧いてくる。これはありがたい、ありがたいとえらい評判でありました。ねえお前さん、世の中には不平不満を持ってる人がこんなに大勢いるんだからさ、この袋たくさん作って売り出したら売れんじゃないかい。そりゃいいな、やってみるか。大きな布で信玄袋のような袋を作って、普段は腰などに下げておいて、まあ小銭だとか小物だとかタバコだとかを入れてき、ちょっと腹が立つことがあると、この袋の紐を緩めて、バカ野郎ふざけんなよなんて言って怒鳴り込む。堪忍袋と名をつけてこの袋を売り出しましたところ、何しろストレスの多い世の中、これが大いに売れに売れ、神田鍛冶町の吉田屋ではこの堪忍袋がどんどん爆発的に売れましたので、堪忍袋の吉田屋はえらく繁盛したということでございます。堪忍袋売り出しの一席、メンタルヘルス講談堪忍袋の一席を読み終わりとさせていただきます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。